こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきます。どうかな。前回、有馬記念を勝利することができました。だんだんと調子に乗っております。まあ残り50周なんでそんなに間はないんですが、ここからまた巻き返しをしたいとこですね。さてと、人参、調子を良くしたい。さて、そうですよね。さて、じゃあ何出すかって言ったら、しばらくないのと、ドライミーティング出したいですからね。その関係もあって、WBC 出します。2キロちょっと重いかもしれないんですが、WBC タフですね。ウィントシャーか。岡部さんに戻します。というわけで、ここまでの、WBC の結果が出るまでしばらくお待ちください。ではまた後で。はい、お待たせいたしました。WBC の結果が出たようなので、その結果を見に行きます。観戦、飲む、寝る、遊ぶ、見え。いや、見えすぎだろう。2番人気か。3頭いる中を2番人気なんで、まあ、いいでしょう。1番人気はこのゴルドーラーですね。新聞見てみましょう。お、20丸一つありますね。まあ、3頭とも20丸がありますんで、どの馬にもそれなりにチャンスがあって、そんなにオッズの差はないってことですよね。では、レース。さあ、7枠9番ですね。スタートがすごく感じになります。お、悪くないスタートですね。さあ、一気に先手を取りに行きます。
が引きますね。5番手先頭から行きますと、依然先頭12番ルソーであります。イブンベイン、この辺りちょっと離れているエクラール、そして4番手に2番タイガーヒル、 G1 を勝ってさらに貫禄を増したカタノアバンシー、ストーミングホーム、その外からはヒカルマーシャル、内から1頭カステナンゴ、そして外からはプリントシャー。さあ、滝が音が鳴っています。その後ろで普通の滝の音か。ゴルドーラーが一番人気ですね。5番手です。さあ追い始めた。伸びきれるか。まあルソーは止まっていない。伸びが、さあキティカルマーシャルと上がってくるよ。ただもうフリントシャーとゴールドオーラが一気にかわしに行く。さらにかわされそうだ、クカルマーシャルにも。2着は確保できたかな。ゴールドオーラ強かったですね。一気に最後方からまとめ去ってかわしました。2着ですね。お、出走権を購入できるんだ。まあ今回はいいでしょう。はい、というわけで惜しくも2着でしたが、まあ、以前よりは、以前ってこれ4着でしたからね、それよりは心境が見られるんじゃないかなと思います。というわけで次も、調子を上げていきたいと思います。次は多分ドバイに行きたいと思いますので、再び体調を整えて挑みたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。